たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、こちらのなんだグレーのですね、あの着物と70番はこの紺です。あとこの黒のちょっとね横段の羽織を着ていって着物生活していきたいと思います。はい、ではまずね足袋から履いていきたいと思うんですけれども、足袋はこれね、なんだろう、江戸小紋っぽい、かのこ柄みたいな感じかな、の足袋を履いていきます。裏黒なんでね、汚れないからいいんですよ、これ。すごく重宝してます。よいしょ。だいたいね、後ろが、裏がね、白い足袋が多いんですけど、裏白だとね、結構ね、汚れちゃうんですよね。まあ別にいいんですけど、よいしょ。ね、こうやってね、黒だと普段使いにすごくいいです。はい。こうやってね、足袋を履きました。こんな感じかな。はい。ちょっとサムネイルを撮ろうかなと。まあ、どうでもいいんですけどね。で、俺、まだね、腰痛いんですよ。腰痛いんですけど、まあ、ちょっと湿布貼りながらなんで。まあ、この上に長襦袢羽織っていただいてもいいですし、まあ、なんかこう、ちょっと嫌だなっていう方は、こういう V ネックのシャツ、もしくは肌襦袢をお使いください。僕はね、結構そのまま、なんだろう、長襦袢着るんですけど、今コルセットしてるので、さすがに素肌にコルセットはねちょっとチクチクして痛いので、V ネックのエアリズムを着ております。でこれをね巻いていきます。これ別にやらなくていいですよ。ちょ、今腰痛いのでやってるだけだよね。はい、よいしょ、こう、よいしょ、ね、で、あ、どこ行った、あった、腰を止めて、よし、 OK です。これで長襦袢を着ていきます。よくね捨ててこ履く方いるんですけど、捨ててこ履くとねトイレしづらいんですよ。帯でね腰止めるじゃないですか。でパンツ下ろすにもね、ここにパンツのゴムがあるからすごい下ろせづらいし、ふんどしだとねここから横にずらしてできるので楽なんですけど、まあよく考えられてるなと思います。やっぱりね、和服に合った、なんだろう、和服に合った下着ということで、やっぱふんどしっていうのはずっとね残ってきたんだなと思います。締めると実感しますし、着物暮らしを始めると、まあ実感、さらにねより実感していただくと思います。やっぱりね、着物の時はふんどしが一番ですよ。絶対トイレとかめっちゃ楽だもん。はい、ということでね、こんな感じで着ます。長襦袢ですね。よいしょ。まあ、ちょっとね、合わせ強めがいいと思います。長襦袢に関しては。ねえ。ちょっとね、合わせを強めにしておいて、後ろ、僕ね、結構これね、目割れしちゃうので、ちょっとタックを作ってます。こうやって、少しね、こう引っ張って、こうやってタックっていうかな、を作ります。そうするとね、座った時にこう目割れしづらいっていうのが、あるんですけど、まあまあこのお好みでいいんじゃないかなと思います。はい、結構ね目荒れするんですよね。で今日のね着物、グレーの着物でございます。はい、これねサッカー生地っぽくなってて、すごくねシワとかになりにくいんですよ。面白い生地、ちょっと薄手なんですけど、なんか今ね、なんだろう、これでずっと外いたら少し肌寒いなって感じなんですが、駅とか結構ね歩くんですよ。僕駅まで15分ぐらいかな歩くんで、なんか歩いた後駅ってさ暑いじゃないですか。かなり暑いんですよね。やっぱちょっと合わせ強かった。すごい暑いんですよね。なんかねすごい暑いので、なんかこれぐらいでいいかなみたいな。そうそうそう。で商業施設、働いてるのは銀座5ってところなんですけど、銀座5も結構暖房効いててあったかいので、まあちょっと薄手ぐらいでね、通勤はちょっと涼しいけれども頑張っていって、日中快適に過ごすようにちょっと薄手のにしております。はい、寒い方はねもうね寒いので合わせとかがいいと思うんですけども、はい、すいません。なんかちょっと調節しておりました。で、こう合わせて右左と合わせるんですけど、ちょっと半襟がね、見えるぐらいに着物は緩めに合わせるといいと思います。
羽襟はね絶対見えてた方がかっこいいので、よいしょ、はい、ちょっとこう緩めに合わせます。ちょい緩めでねいいと思います。でまたゴムベルトで留めます。腰紐もいいんですけどね、ゴムベルトが楽です。もう慣れちゃうと戻れません人間ってこう便利なものにね引き寄せられるっていうか、便利な方便利な方って言ってしまうなって思いました。はい、よいしょ。だからふんどしとかめんどくさくないですかって言うんですけどね、確かに締めるのは慣れるまでねちょっと大変かもしれませんが、慣れてしまうと着物の時はふんどしの方が楽なんです、なのでふんどしを締めてるんですよね。楽、そう、楽な方楽な方に逃げております。はい、でこうやってちょっとね鏡見て、あの着付け整えてください。襟とかねちょっと見え、襟が見えるような感じがいいと思います。はい、であとは角帯ですね。今日も博多の白い角帯にしました。黒っぽいのもいいかなと思ったんですけど、ちょっと今日は全体的に淡くいこうかなね。はい、泡で甘々でいこうかと思った、はい、でこれは後ほどねちゃんとあの加工日の締め方ねやりたいと思います。いつかね、あのなのでちょっと今日はまた見るだけにしておいてください。よいしょ。でこうして半分に折って、ここを手を出して、でこれ手をねしっかりこう斜めにね垂らしてかぶせて、よし、下から上に結びます。でこれちょっと斜めな感じでね締めると綺麗に締まります。こう綺麗に折って、でこう返して垂らして横に来ます。はい、こんな感じです。後ろでやった方がね綺麗です。まあ、あの難しいかもしれないですけど、こんな感じです。はい、でよいしょ、大丈夫、やっぱ下が出る、なんでだろう、すごい上がっちゃうの、なんかちょっと、はい、着付けが難しいです。なんでだろう、まあ、ちょっとねこうやって鏡見ながら少し調節をしてくださいね。よし、まあ、こんなもんかな、とりあえずこんなもんにしておきましょう。はい、あとはね羽織を着るだけです。着物ってあの立体裁断じゃないんですよ。なんか平面っていうか平坦なんですね。だから畳むと綺麗に畳めるんですけど、その代わり平面のものを、平坦なものを立体的に着付けるので、その着る人の技量っていうのかな、着る人のそのうまさによってねめちゃくちゃ変わってくるんですよ。普通の立体裁断とかはあのパッて着れば、なんて言うんでしょう、まあその人のラインに沿ったね、オーダーメイドだったらその人のラインに沿った形がすぐ出ますし、まあ、普通の洋服でも大体ね、まあオーダーなんだ、イージーオーダーとかでもスラッとね、完成形に近い形が着ればなるんですけど、着物はそういうわけではないので、着る人のなんかこうセンスというかが結構ねもろに出てくるので、ちょっと難しいところはあるかなっては思いますね。はい、あとはね羽織紐つけるんですけれども、よいしょ、羽織紐こちらだった、よいしょ、これねカニ缶っていうやつ、これあ、これカニっぽいでしょカニ缶っていうのがあるので、これをチっていうんですよ。よいしょ、乳首のチのチなんですけど、よいしょ、チっていうところにつけていきます。これで完成です。慣れると、まあ、約10分ぐらいかな、もっと頑張れば5分ぐらいで切られるんですけどね。はい、ということで、ね、完成でございます。いかがでしたでしょうか。ぜひね、あの皆さんもできれば着物暮らしやってみてください。楽しいですよ。それではいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。明日はまたふんどしの締め方になりますので、ぜひ見ていただければなと思います。それでは。
たぬきちチャンネルでした。バイバイ。